はい、こんばんは。本日はグランツーリスモ7でチケットが10枚貯まったので10回ガチャを引いていきたいと思います。はい、私のくじ運の悪さをお見せいたします。チケットこんな感じになってて、星4から1までいろいろあるんですけど、まあ星低いのから開けていきましょう。まずは星1つ。さあさあ何が当たるのか。星1個で車が当たったりすることは多分ないと思うんですが、やっぱりそれか。はい、20万円です。20万円、小銭っぽかったんですが、20万円もあるって考えるとちょっとでかい気もしますが、はい、この世界でははした金ですね。はい、次星2個いきます。これ目押しとかできないんですよね。当たり前ですが。さあ、なんかボディの、あ、おい、これいくら？はい、50万円です。いやー、撃沈してますね。じゃあ星3つを3回いきます。はい、まあまあ星1と2はダメなのはわかるんです。おー、なんかラインナップがめっちゃ変わった。金塊がありますね。せめて金塊がいくらなのか知りたい。でもこれ小銭はちょっと多そう。はい、100万円ですね。あれで100万円なのか。紙幣はないんですね。はい、次星3つもう1回。やばいですね。今のところ全部一番しょぼいのですよね。また100万円かこれは。はい、予想が的中しました。すごいですね。私ちょっとこう予言者になれそうな。はい、100万円いただきました。次も100万円じゃないかなこれは。あ、やばい、100万円より低いのがある。これはちょっと危険ですね。危険が危ないですね。うーわ、マジか。え、これいくら？50万円。はい、50万円です。すごいですね。こんなに運が悪いか。まあまあまあ、でも今までは星3つ以下だったので、こっからじゃんじゃん当てていきましょう。星4つです。さあ、お、なんかちょっと嫌な予感がするんですけど、これ大丈夫か？嫌な予感がする。マジで。これ50万円ですよね。はい、50万円が当たりました。星4つでも、いや、なんかこのグランツーリスモのガチャ辛いってすごいみんな言ってるんですけど、そうなんですね。いや、せめてここら辺でちょっとパーツぐらいは欲しい。はい。50万円。むしろ星3つで100万円当てたのが奇跡なんじゃないかっていう。はい、いきます。星4つ。やばいやばい、これこのまんまじゃ動画にできないぞ。頼む、何でもいいから50万円以外を当ててくれ。はい。はい、50万円です。逆に私のくじ運の悪さすごくないですか。もうこのまんま奇跡を達成するかもしれない。はい、もうなんかすんごいかっこいい車いますね。なんだろう、車。いけ、あ。はい、50万円でーす。嘘でしょ。これはやばいですよ。次ラストですよ。嘘。悲しすぎる。おお、お、なんか、でかい金がある。でもなんか車かパーツが欲しい。
でもこれは期待できる。これ何200万円とかかな。お、やった、300万円、奇跡が起きました。300万円ゲットしました。マジか、辛いですね。はい、そんなわけで、くじ運の悪い私がくじ運の悪さをお見せいたしました。はい、ご視聴ありがとうございました。ピエン。